そうですね、すごい難しい試合でしたし、まあ、なかなか、噛み合う、場面が全体として少なかったかなと思います。そうですね、まあ、守備に趣きを置けば攻撃がやっぱおろそかになりますし、攻撃に趣きを置くと大量失点をしてしまうっていうのが今シーズンの、まあ、課題といいますか、その直近に限らずそういう流れがちょっとあるかなと思うんで、まあ、まずこうやっぱり守備から入るといいますか、失点をなるべく少なくして、まあ、少ないチャンスでもやっぱり仕留めきるっていうところに、まあ、夏場っていうところもありますし、まあ、そういう割り切った戦い方をしてもいいんじゃないかなと、思います。そうですね、まあ3回やって3回とも勝ってるんで、まあガンバさんからしたら、まあ、リベンジに燃えてると思うんで、そこをこうやっぱり、まあ、技術高い選手も多いですし、まあ、気持ち入れて、僕らのホームに乗り込んでくると思うんで、やっぱり受けてしまえば、難しい展開になってくると思いますし、やっぱり自分たちからリアクションじゃなくてアクションをどれだけ、できるかっていうところがポイントかなとは思います。はい、まあ大会変わりますけど、やっぱりタイトルかかった大事な試合ですし、まあ一戦一戦、天皇杯のところを大事に戦ってきた結果だと思うんで、またみんなで、頑張っていくので、熱い応援、サポート、よろしくお願いします。船橋からワンツーで再び安西、安西中に切れ込んでくる、浮いている、左足のシュート決まりました。土井翔真、30歳の誕生日前祝いとなる今年初ゴールです。もうなかなかこういい形で、ね、前を向ける回数というのは少なかったでしょうね。あ、これは危ないぞ。いい形で鹿島がボールを奪った。1人かわして、2人かわして、土井今日2ゴール目、土井翔真、29歳最後の試合、ド派手に決めています。